これよりマスター承認試験を行う。こたびは候補者が2人である。いずれかの優劣を問うものにあらず、キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。この久しい若きマスターの誕生に際し、幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれと、二人とも心して望むように。はい、では始めるとしよう。俺のことなら大丈夫。テラとアカは試験に集中して。でもベン、ここにいたら危ないわ。部屋に戻って待ってて。嫌だ、俺楽しみにしてたんだぞ、テラとアカがマスターになるのを。この目で見届けたいんだ。ベンなら大丈夫だ、俺たちと一緒に修行してきたんだからな。うん、気をつけてね、ベン。不測の事態であったが、いかなる状況においても心を平穏に保てるかを試すいい機会であったゆえ、あえて止めなかった。試験を続けるとしよう。次にテラ・アクアの二人の候補者同士の模擬戦を見せてもらう。勝敗は問わず、能力が拮抗する相手と相対した時こそ心は浮き彫りになるのだ。はじめ。はっ。承認試験の結果を伝える。テラ、アクアともに優秀であったが、こたびはアクアをマスターとして承認する。テラは心の闇を制する力が不十分であると判断した。さらなる修行と精進に期待する。以上だ。アクアはキーブレードマスターとしての心得を伝えるゆえ、しばしここで待つように。テラ。俺はテラも。俺の心に闇。どうだ、ベントスは。まだ全然だ。俺が鍛えてやらないとな。ここではやめておけ。奴に感づかれると面倒だ。分かってる。あいつにも旅をさせてやろうと思ってるんだ。すまない、一人にしてくれ。であるからして、キーブレードマスターたるもの、良識を持って。何事だ。何があった。わからない。ベンは何をしてるの。では
私の弟子たちを調査に向かわせましょう。うん、承知いたした。失礼する。私の古い友人イエンシットはマスターから身を引いた後も絶えず光と闇の動向に目を向け、我々キーブレードの使い手の進むべき道にしるべを与えてくれている。そのイエンシットからの報告では、光のプリンセスに脅威が迫りつつあると。しかもその脅威は闇だけにあらず、言うなれば負の感情にのみ芽生え溢れ出す存在。イエンシットはこれを生命に精通しないもの、アンバースと称した。キーブレードの使い手として光に侵食し闇との均衡を崩そうとする脅威、アンバースを放ってはおけない。またこの矜持を伝えようとしたが、マスターゼアノートとの連絡が途絶えた。この事態と無関係ではあるとは思うが、嫌な予感がする。マスターゼアノートな。そこでお前たちには事態の収拾に努めてもらいたい。アンバースの討伐とマスターゼアノート捜索だ。異空の回廊を開いておいた。本来行き来ができない外の世界に通じる禁断の道だ。多用すれば心を闇にとらわれるが、鎧がそれを守ってくれる。また世界の秩序のために、他の世界のことは他言してはならぬ。それでは心して頼んだぞ。はい。テラ、こたびの任務の働きいかんではマスター承認を再考したい。私はお前を本当の息子のように思っている。できることならばすぐにでもマスターの称号を与えたい。だが力にこだわりすぎるのだ。テラよ、敗北を恐れてはいかん。恐れが力に執着させ、執着が闇を呼び込む。忘れるでないぞ。ありがとうございます。そのお気持ちに必ず応えてみせます。では私も出発します。待て、お前にはもう一つ最優先の任務を、いや頼みがあるのだ。何でしょう。この任務でテラにもマスターの称号を与えたい。それは事実。しかしあやつの中に潜む小さな闇には底知れぬものを感じた。万が一テラが闇に落ちそうになってしまったら、直ちに私のもとに連れて戻ってくれ。お前たち誰一人闇に奪われたくはないのだ。はい、私がテラを闇などに奪わせません。マスターとしてふさわしくなったテラと共に堂々と戻ってまいります。テラが闇に落ちるはずない。
剣を止めろ。レンを連れ戻せ。必ず連れ戻します。